よし、OK。じゃあ、1回戦、死にかけ、10名。あと、みーちゃん。じゃんけんして、席を決めてくれ。これ、俺、あれなんですよね。あの、右側4回、4回戦目ですね。ベフォーマサさんと、なぎささんがまたぶつかってる。うっとうしいですね。さっきの決勝戦ですね。よし。じゃあ、フリープレイになってんのかな？なってるらしいですよ。川島さんがさっき当たってましたね。オッケー。じゃあ、審査部大会始めます！よーし！はい、1回戦第1試合が、ワンピー側に死にかけ、死にかけ10名ではない、10名になった。そして、2B、みーちゃんの、なんだ、シャムシャムです、ね。シャムシャムか。おっと、千葉レイコ。今回ね、10名がやたら多いですね。10名何人いんだ？10名多いですね。さあ、始まった。ワンピーが死にかけ10名。今日は右京を捨てました。10名です。10名5人います。10名5人。10名5。10名5。10名5。10なのに5です。J9。J9?J5。J5。さあ、ツーピー側は千葉レイコを使う、みーちゃん。ガードして。チー。ああ、チータケオ。あ、死んじゃいましたね、それで。ごめん、こういう。チー対千葉レイ。急にしんみりしちゃった。中切り入って。さあ、みーちゃん、しっかり爆発している状況。お、めくったらしっかりガード。フーリガンは、ガードされて。そうっすね、千葉レイコフーリガンはガード。スライディング、あのスライディング結構反則ですよね。千葉スラから千葉スラから C のパワーウェーブみたいな。C のチー。千葉スラガード。千葉スラガードして。千葉スラ。おっと、ここは千葉投げ入って、超投げ入れて、千葉投げ入って、でも体力は、おっと、今削る前に、チーが相模中切り。チーだけをないみたいな。やらめ言わないみたいなね。2本目。さあ、2本目。さあ、ここ千葉レイコ、なんとしてでも、なんか、ヨガの48の下田とか出したいところですが、どうなんでしょうか。大切りで返す半角、覚えていたのか、チーだけを。竹を大切り長い。竹を大切り長い。しかし、千葉レイコの、スライディングが入っていく。今回はあれですか、22人中唯一ですか、唯一千葉ですかね。千葉ですか。これは千葉レイファンとしては、10レンジャーファンとしては負けられません。そうそう。これは負けられないですね。なんとしてでも千葉レイコに勝っていただきたいところです。頑張れレイコ。頑張れレイコ。頑張れレイコ。千葉レイの投げが入る。レイコのブレイクスパイラル入って。レイコのブレイクスパイラルは横 P で出るんですかね。横 P です。横 P です。通常投げです。長距離投げ。おっと、スイートの中切り、竹雄。ここは死にかけ右京。なんとしても勝ちたい。右京じゃねえって言うんだろう。竹雄が追っ払って。竹雄。死にかけ竹雄。死んじゃったよ、おい。投げた。千葉レイコが死ぬ。千葉レイが死ぬ。千葉レイ。まだ生きてる。千葉レイが。さっさって死んだ。死にかけ右京。まず一回戦突破、右京じゃねえって言うんだろう。はい、じゃあ2試合目。いやー、レイコ頑張ってほしかったですね。レイコ、惜しかったですね。残念でした。じゃあ、微分さんと、6のナコルルと、6さんのハオーマルですね。6さん。さあ、6を9に変えるのが、あれですね、今日の、微分さんの使命ですね。それ、ただ投げればいいだけですね。投げるだけです。バスター合戦です。はい、じゃんけんで 1P、2P 選んで座るんだ。6さんと微分さんね。6さんと微分さんね。6さんが 2P ね。で、微分さんが 1P ね。1P 側で。はい。はい。微分ナコルで 1P 側、2P に6。6ハオーマル。6ハオーマル。欲しい。千葉レイが1回戦で負けちゃった。ショックですね。千葉レイファンとしてはちょっとショックでしたね、今。さあ、始まった。微分のナコルル。距離取って、足払い、切れていく。転がるが、弱足からの中切りで、6さんが、そう、大切りの裏に、アンノムツメ、入っていった。アンノムツメに、ジャッジ大切り、食らって。大切り。シャガショー、シャガパン。そう、大足払いで。溶かして。あったまきたぜ、と。あったましたぜ。レッシンジャンを投げ返していく。微分のナコルル。そうです。ガードして、オール中切り。危ない。大自然のお仕置き来るのか大自然のお仕置きかこれ。怒っているか中切り連打。6ハオマル。画面端追い込んでくると立ち合いきく。投げて。まず一方選手は6のハオマル。これ、女キャラはこれで終了か
まあ、いや、まあ、一応まだ、今回まだ分からない。いや、まだあれですけど、ね、今回は、あとシャルロット。シャルロット女じゃないですからね。あ、まあ、あれは、あれは結論、アイアンメイデンですから、ね。アイアンメイデンでしたよね。強いですよ。と、台切り入って。台切り入った。おっと、台足払い。待ってたわ。とばかりに来た。と、シャーナイからのレッシンザー。レッシンザー、連続技決めていく。素晴らしい。こ頑張ってほしい。頑張れ、ナコルル。ここで女性がいなくなってしまうのは非常に寂しい状況ではございますが、どうなる、大蹴り決めて、バックステで受ける。頑張れ。頑張れ、転がって投げる。放り投げて。転がり中は無敵だ。故障中で大蹴り。大蹴り相手。6-3のフォーマル、行かせとパメント。じゃあ3試合目。3試合目ここですね。上北小丸シャルロットと金剛銀山ハオマル。じゃあ小丸さんと銀山さんじゃんけんして席を決めてください。小丸さんと銀山さんじゃんけんして席を決めてくださいね。じゃあ小丸さんのシャルロットが 1P、 銀山さんのハオマルが 2P ということで、準備ができたら始めるんだ。それウルトラアイ3日なんですよ、持ち主。それウルトラ、いきなりのウルトラセブンに。なれるか。スケチェーン。伊達メガネ。メガネ。落とした人をあげますよ。ウルトラセブン変身セット。あげますよ、じゃね。返しますよ。はい、1P 対 3P。1P 側に神田シャルロット。アイアンメイデンシャルロット、1P へ。2P、銀山のハーマル。さあここはまず強キャラと呼ばれているシャルロットのこの強さどの程度なのか。スプラッシュハンズやっちゃって、大台は入らなかった。シュガーなハオーマル。ジャンプ攻撃入って、圧倒的キャラ勝ち、キャラ性能を持つと言われているシャルロット、その噂が本当なのかな。おっ、どこで食らってる、どこに当たってんだ、あの大切りは。やばいだろ、背中にも判定があるシャルロットの大切り。雪破壊技、感覚ガードして将棋に決めて、これでも暗いなぁと言ってる方がやられてる。そうですね、小丸さんまず一歩接種。おっと、なんか出た、なんか出たぞ。まあいいや。2本目。さあ、まあ下馬評というか前知識で言わせていただくと、シャルロットはキック技を使う理由が全くないという状況でございますが、どうなるか。頭きたぜと言ったところに切られているのは、ハオマル。大切り入って、あの大切りが強いんですよね。強く、刺されていく。おっと、勝利を使ったところに将棋決めて、小丸のシャルロと、一回戦突破おめでとう。はい、したら次が、ベホマソーハオマル対渚二月六十兵。なんかさっきの決勝戦っぽいカードですけど、ハオマル対竹浦ですね。ベホーマーソーハオーマルが 1P 側、なぎさたけおが 2P 側。なるほど。じゃあ、ベホーマーソーさん 1P へ。なぎささん 2P へ座って準備ができたら始めてくれ。これなんでこのゲーム、今回これ、そんなたけお人気なんですかね。もうわかんない。なんかあるんですよ、きっと。みんな、ツイートをちいたけおですよ。きっとね。さあ、1P、ハオーマル。2P、ちいたけお。いざ尋常に勝負ということで、中切りを振り合って、牽制し合う。お互い手の内は分かって、おっと引っかいて、連続技つかる。大切りの後、大キックの後に大蹴り、あ、大切り入りませんでした。ダメでした。中切りで、中切りで、ダッシュで詰め寄って、中切りの水月スポート。おっと、ローキックガードされる。レシンさん、読まれたところ、中切り。走っていく。シータケオ。よし、じゃあガードして。パワーウッド、あのステー。パワーウッド。キャンセルして。おっと、裏うまい前出してから、パワーウッド、ハッパー、ハッパー。重ねて削って、まずは渚にやってろ。一歩接種。残裂拳ですね。残裂拳ですよ。さあ、二本目。おっと、中切りで。切っていけ。あ、出場技の振り合い。と、逃げ蹴りで。おっと、そして。水月スコート。旋風裂弾もらっちゃった。逃がってろ。中切り返す。飛び込んで。大切り、ガード。あっ、怒ってる間に。と、前出し投げと。前出し投げ。中切り、挟んで。レッシンさん、しっかりガード。おっと、しかし、立ち中切りが先に刺さって、ベホマソ、一歩取り返す。素晴らしい。
さあ、まああの立ち宙切りは初代からある技なんですけどね。新王系の技ですよね。そうですね。新でも新王。おお、大技だ。ダンジャー、ダイハイから、これピオタじゃねえか。なぎさ、死んじゃうけど。おっとやっちゃった。これやっちゃった。おっと。これ一撃的、一撃ピオリ。ピオったのは。そのままやった。目を襲い風とパーフェクト。今すごかったね。こう焦げつたからくとかで大一撃ピオリみたいな。半分減ってピオリって。大味な試合でしたね。2本目は新サムらしい素晴らしい、ありがとうございました。ベホマソハオマルが勝ちましたと。すごい大味な感じでしたね。はい、したらじゃあ P さんのナコル、あ、まだ女キャラいたわ。 P さんナコルと森下ガルフォード、じゃんけんして席を決めてくれ。半分減ってピオリ出ちゃいましたね、久しぶりに。ワールドヒーローズ2カッツのっていうね。しかもコンボじゃなくて一撃ですから。一撃ですからね。ザンギの頭突きかよみたいな。じゃあ P さんのナコルルが 1P、 初代勢の森下さんの、ガルフォードですかね。ガルフォードが 2P へ。俺期待したいですね。これは楽しみな戦い。お互い手だれですからね。どうなる。この試合はまだトップブリーダーではないんですかね。トップブリーダーではないんでしょうか。どうなんでしょうか。ジャンプして飛び込むのはガルフォード。着切りで対空していく。P さんのまずはオブジェクト破壊して。少々足払いから大切り。大切り。まあ犬。犬。相変わらずモズキャンは存在するゲームだった。で前ラス投げから挟んで。で滑り合い。勝ったのは。で両方とも動きない。がガオルフォード側に有利ですね。おっと武器を取らせない。犬を挟んで坂に飛び込んで飛びついて逃げようとする。ピーさんに中継刺さって、そりゃ3面もくるくる回るわ。今かなりくるくる回る。森下一歩選手回ってる回ってる。さあ2本目、まずは距離を離して邪魔な放送禁止ゾーンを切っていく。おっと犬当ててる、素晴らしい。からシャドウ挟んで、と、ど、おぉ、この場で、復帰して大切り、怒り爆発、犬、から投げていく。危ない。大切りかわして、距離取る。あの娘ガードしちゃった。と、おぉ、で、しかし投げてんだ、ピー。裏回ったけど投げられたのはな、なるほど。おぉ、犬ごと。犬ごと引き裂いた。あの娘、しかし、系投げて、投げて、犬。あ、これ今技使って透明なんですね。あ、消えてます。なるほど。さあ、あっという間に森下がるほど。P さんを締め上げて、一回セットポメルト。今のは隠し技ですよね。キャラが消えるのはね。そしたら、ククルスワタくんさんの、と、あと TMF ですね。じゃあ、ワタくんと TMF、じゃんけんして席を決めてくれ。ワンピー側に、宇都宮工場長、TMF、ザンゲーフ、ではなく、タケオ。今日はザンゲーフじゃなくて、タケオで出るそうです。タケオですね。このせいで、ザンゲーフだよ、ズイがいないですね。ああ、そうですね。さあ、どうなる。あ、ジーガー。あ、そうか。そうか、シゲルって書いてたね、そうだね。そうだ、ジーガーですね。じゃあ、いたじゃないか。タケオとシゲルの戦いですね、じゃあ。M1P 側 TMF の竹雄、2P、わたくんのしげる。しげるはスライディングから、コンボ出すのか、それとも削るのか、なんだっけあの名前、あの削る技。忘れちゃった。パンサードラグーンスパイみたいなやつですね。パンサードラグーンじゃないですね。それ違うゲームですよ。適当なこと言ってますみたいなね。大パン決めて、スケルトって、スイゲット。おっと、ジャンプ中は、残念ながら相手飛んでこなかった。バーでバックして、スタートを決めていく。おっと、ここ大切り入って、もう一丁ハトアッパー、せっせい、今、しくったな、TMF。お前、売り切れてやがったな、この野郎。当たりません。おっと、飛び出した、跳ね返して、デコピン、跳ね返して、来て投げて、体力ゼロと相手で NCS を重ねて、1本目は竹尾。シイタケオ、落ち着いている。2本目どうか。竹尾こう、これ竹尾ステージか。そうですね。竹尾、新さんも人気ありますね。そうですね。なぜか人気ですね。ジャンプ大切り決めて。おっと、ここは、大パン刺さって、怒り爆発は新竹尾。と、立ち切りで、こういうチってピヨッテーラーから、筋肉バスター、バスターと。かっこいい。
48で削りはちょろっと削りやらねえからみたいなね。ステファーに出てどう勝利落ちされて、さあ手がないよ、チーだけよ、どうする、バーブ挟んでチュギリジャンプするも落とされて、落とされて一歩取り返す、塩招きですね、片っぽだけ、片っぽだけでかくて、そうですね、3本目勝負パンサードラグーン決まる、全然自分で言ってじわじわ来てるなんで突っ込んでいいか分からなかった、全然ちげえやろ、ドイツ語はブロックエンジニアとパンサードラグーンしか知らないっていう、ね、タイパー決まって投げて、出直せ、投げていくのは TMF のチータケを無敵、怒り無敵で投げて、怒り無敵、お互い怒ってる状況、もう対空大パン決めて落としていく、水月と削り返し、デコピンは読んでいた、飛び込む中義で水月と水月と、もう投げない、水打ったで垂直、素晴らしい、ありがとうございました、下1回戦これで終了ですね。下でじゃあシードだった連中がもりもり出てきます。DDD シャルロットと死にかけ10名。竹雄ですね。はい。じゃあ、死にかけさんと DDD さんじゃんけんして、席を決めてください。よろしくお願いしますね。竹雄多いですね。今日は竹雄祭り。竹雄で。竹雄でですね。DDD のシャルロットが 1PA。死にかけ10名が 2PA。でいつでも竹雄ステージ、みんな竹雄に会いに行ってるんですね、竹雄ですよ、水月と飛び込む、いやしゃがみ台切りからキャンセルで、なんだっけ、飛び道具、トライパンツでしたっけ、トライスラッシュでしたっけ、さあ台切り決めていけ、ただでさえ強かったし、そう、パッシュ切りからの走りでもっと強くなってしまったシーサムバージョン、飛び込んで、キック当てて、しゃがみショー、挟んで、とー、オッケー、当てみー、決めていく、みんなの温かい拍手が、シータケオの戦いぶりに拍手が飛んでいく、投げて、投げた、大蹴り、大蹴り、投げを回避して、当てみーはあんま変ないっすね、でもね、あれもっと引っ込めよかったですよね、で、しゃがみ、行って、大蹴り、入っていく、飛び込まれて、さあ、後がないよ。死にかけ10名、どうすんの、さあ、ジャンプキック決まって、まず一本選手は DDD。シャルロット。シャルロット。いやー、シャルロットやっぱ強いですね。安定の強さ。2本目。これ、鎧、あれですかね。パンツも鉄ですからね。そうですね、パンツも鉄ですからね。アイアンメイデン、シャルロット。女性キャラと唯一認められないというね、話していく。おっと、水月を決めて。シーゲスト挟んで、シーゲストジャンプ4だ、大切りガードして、取る取る、大切り4だが、しかし飛び道具が置いていた、しゃがみ大切りのフォローする、ああ、クマメか、あ、やった、少しハードやってくれたよ、やってくれました、連続技、死にかけ、素晴らしい、ピヨンタとかに、もう1つはキーパーが見つった、発想葉っぱでフォロー、前ダッシュ投げ、ミスリ、ボタン連打しちゃって出ちゃった感じの発想葉っぱみたいなね、まあまあまあ、結果オーライということで、一歩取り返す。3本目。しかし、シャルロット、怒りゲージがマックスなのが気になりますが、おっと、当て身は失敗、読まれていたか。飛び込んで、ダッシュ投げていく。ディオンランセ的なものを決めて。そうですね。水月と思い読まれて飛び込まれるが、しっかりガードは死にかけ10名。画面端、背負っている。水月と、危ない危ない。中切り挟んで、しゃがんで、シャルロットは、大切り高速機制限を破壊して。大切り痛い、もう、危ないよ。ピオラないより注意してくださいね。将棋で挟んで。水月と。水月と。さあどうする、飛び込んだ、飛び込んで、手裏がくぐられて、大切りくらって、許さんと。前ダッシュ投げで。うまい、垂直中切り、すげえ減った。危ない、今投げ決めなかったけど、シャドウと怒って投げた。危なかったですね。普通の、上り中切り当てて。どうする、シャルロット。ここで終わるか、スマッシュ。どうなる、熱い、熱いですね。スマッシュ !10 名が武器落としてしまい。いや、削られる。残りタイムが少ない。しかしこういう状況だけど、DDD そして削り、削り。削り、削り。飛び込むも。で、逃げて。逃げる。削り、削り。削り、あ、もうさようなら、あ、さようなら、死にかけ10名、DDD、お見事、一回戦突破おめでとう、最後の最後で、つばせり合い、ね、いやー、ああいうところで、なければね、勝ってたかもしれなかったんですが、
DDD 最後まで落ち着いてました。ですね。したらじゃあ、6覇王丸とマグロ騎馬神源氏王、はい、じゃあ6さんとマグロさんじゃんけんして席を決めてください。6さん4126ではないですよ。6ですよ。6です。4126ではないです。6です。さあ、マグロさんが 1P、キバガミで、6さんのハオマルが 2P。 おお、なんかなかなか有権対決的な、いいですよ。熱い感じですね。さあ、マグロキバガミ初登場、キバガミ源氏郎、6さんのハオマルを倒せるか。さあ、中切りファーストアタック決めるのは6さん。そう、ダッシュシャガチュウ、ダッシュシャガチュウ、シャガチュウ大切り落ちてガード、マグロ源氏郎おっと、ダッシュ投げから、ダッシュ投げ、ダッシュ投げ、ダッシュ投げ強いですね、このゲームね。旋風レーザー重ねて、もう殺すと怒ってる。もう殺す、もう殺す、もう殺す、いい加減殺す、分かった、ダッシュ投げ、ダッシュ投げ。しかし6さんが優位な状況。おっと、わざさんね、頭きたぜと投げにしたところ若干追い返す。どうする、投げて、やっぱ投げかみたいな。6ハオマル1本選手だ。ハオマル投げはあれはなんすかね、投げっぱなしともえですかね。投げっぱなしともえですね。そうですね、デンジャラスともえ投げですよ。なんか自分も飛んじゃってますからね。デンジャラスともえ投げです。さあ、飛び道具初めて出した、岡さん、ちぎり挟んで画面端背負っているのは、マグロ源氏郎。先ほどつけて、じわじわっと中切りを丁寧に当てていく。画面端、下げました。で、おっと、大切り、上がっちゃってるな、これ。痛い。一発ピオリがあるかもしれないでね。ダッシュ投げ。ここ投げ。デンジャラスルー。デンジャラスルー。していく。6ハオまで。投げゲーですね。投げ、あれですね、投げ、ダッシュシャガチューで下段を何度か見せておいて、本命は投げだよ、みたいな。そうだよね。さあ、足払い決めて、おー、大切り、たくあん大切り決めて、6覇王丸、2回戦突破おめでとう。お見事。はい、したら、朝宮、大井、竹雄と、上北小まり、シャルロット。はい、じゃあ、朝宮さんと上北小まりさん、じゃんけんして席を決めてください。じゃんけん勝った上北小割り、シャルロットが 1P 側。シャルロットが 1P 側。じゃんけん負けてしまった、浅宮さんが竹尾で 2P 側ですね。さあ、シャルロットをなんとか1匹でも早めに潰しておきたいところですね。シャル、あ、でもどっちにしろあれですね、シャルロットは1体しかいかないですね。片側のブロックにいるんで。あ、そうですね。まあでもシャルロットを潰したら、今度みんなチー竹尾になっちゃうっていう感じですね。微妙ではございますが。さあ、シャルロット 1P。ファーストアタックはシャルロットのジャンプ中切りから。で、2P が葵さんのシイタケを。で、まっと垂直ライン。待ってるし。で、ある程度の場合、遠間の場合がいいですよね。遠距離立ち台切り側のシャルロット対空になるんで。危ない、めくって。遠間でうろうろして、もうこうなったらですね、自分からシャルは前にそこまで進まなくてもいいよみたいな。そうですね。さあ、通常技振りまして、ちょっと待ち気味プレイ、シャロット。はい、様子見。はい、様子見。水月とガードです、みたいなね。1ドットぐらいくれてやると。ガードしていく。足払いで追い返して。おっと、将棋で飛び込む。頭きたぜよ、挟んで。葵さん、これはどうやってこの戦況を覆すことができるか。難しい状況。おっと、いいよ。水月と、挟んでいく。もう一丁。俺もう残り少ない全ガードでいいんじゃないですか。もう全ガードかなって感じですけど。おっと、刺さった、将棋に。おっと、垂直ジャンプか。もう完全に待ちですね。ボード、とりあえず、一本選手。今、しまいにはぬいぐるみか多いみたいな感じがあったんですけど、そこまではなかった。コウマリのシャルロット、まず一本選手。さあ、二本目。やっぱ捕まえたいよね、前半にね。強けられてるよね。そうですね、体力リードした上で、しょうがなく攻めてくるシャルロットをなんとかしたいところなんですけども、うん、それはもうピヨって。ピヨっちゃった、残虐シーンが見れるのか、大切りだけだった。よかった。距離取って、で、中小、で、繋がってない中部だって、投げー、ここは強さを見せた。コマリさん、シャルロット。シャルロット。お見事。お見事。じゃあ次ですね。シュガーの右京と、田中さんの騎馬神、
シュガー右京、どこだ あれいた。あ、じゃあ、田中さん好きな方に。田中さん、ワンピースピー、どっちでもいいですよ。どっちでもいいです。どっちでも好きな方に、田中さん座ってください。そしてもう出番出すのに制限しないみたいな。制限しないみたいな。はい、さあ、右京、早くしろ。さあ、はい、ワンピー側に、田中さんの騎馬神源十郎。でも田中さんは、まあ、シャルダンで勝って、でも騎馬神ってことは、騎馬神がメインなんですかね。そうですかね。さあ、田中の源十郎 VS、シュガー右京の右京ですね。死にかけカラーですよ。蹴るとね。そうですね、これ、右京は。バックジャンプつまめ返し。あ、バックステップつまめ返し。相当芯当ててから。攻め、どうする足まで挟んで、大栄拳。つまめ返し。読まれるの？おっと、一つ、二つ。ここはイノシカチョウ入ってしまうか？二つ、三つ。イノシカチョウ入りました。かっこいいですね。ピヨって。あ、ピヨってるし。で、おっと、すげえ、すげえ、すげえ、何あれ？すげえ連続だ。しかしここは、バックダッシュのつまめ返しで。あ、なんか今変な立ち台キックかさね？これ、昭和払いで立ち台切り。すげえのくらったね。騙しい、これ、レッドボールでしたね。さあ、つまめ返して追い返す。まだ生きてるよ。シューガーの右京、強キャラというところを見せて、なんとしても逆転したいところ。バックして、つまめ返し。当てて、もう一丁。大変。おっと、危ないよ。さあ、出した。さあ、相打ち。勝ったのどっち？相打ちか。まさかの相打ち。相打ち。この場合は、どうなるんだっけ、シーン。どっちもつかないです、ね。何もつかないんだよね。そうだね。ザンクロと違いますね。さあ、もう一回仕切り直しですね。危ない！大ギリ。ギリギリの前で出していく田中さん、超うまい。おう、うまい！固めていく。あんな削ってやんの。中ギリ一発分ぐらい削ってましたね、うち。さあ、バックジャンプから染め返し。読んでジャンプで飛び込む、田中の源十郎。垂直ジャンプ。良すぎて。イノシカチョウ決めていく。対空で胸で落として。胸で落として。大ギリ。危ない！大ギリ。食らっちゃったけど。と地上で待っていたのはつまめ返しのあのファイヤーでしたね。中切り挟んで。大栄拳。昭和シーン。おっと、ここは途中で止めた。おっと、打ち合いを打ち勝ったのは、シュガーの。つまめ返し。おっと、やっちゃった危ない見よるぞ危ないぞ大ギリ大ギリってすげえ減ったすげえ減った落ち着いている田中源十郎、まず一歩選手。いやー、今、上り、ツバメ、ジャン、地上に出しちゃいましたね。で、鳥居もうまくこう、台切り、しゃがみ台ね、出したんだけど、ね、お、いきなり入って、半分減って、半分減って、一つ、ピヨって、さようなら、長かった、戦いよ、さようなら、大丈夫だ、生きてる。生きてる。よかった、とりあえずオーラバード当てて、オーラバードで、始まらへん、さあ、行け。バックスバメ出ない売り切れた売り切れたかそうなんだ狙ってるのか売り切れたのかどっちだおっとここはしっかり在庫あるよと見せて出ない出ない危ない死んだって死んだ勝ったのは田中の騎馬神源十郎おめでとういやー田中さんの源十郎かっこいいですねめちゃくちゃ強いこれはちょっと期待したいところですねシャルロット退治にじゃあオアピーオアピーさんの竹尾とベホマソさんのハオマルですね。はい。じゃあ、オアピーさん。ベホマソさんは竹尾としか戦ってないんですよ。竹尾、竹尾キラー、ベホマソ。そして、竹尾はまた竹尾ステージに行くのかそれとも、竹尾が C 散歩張りにどっか行くのかさあ、ベホマソさん、シンではハオマル使いということで。そして、オアピーさんが竹尾、2P です。さあ、中切り、当てて、立ち中は、バックジャンプで避けていく、チータケオ、ボート、ジャンプで落として投げて、げてで、水月と起き上がり重ならずに、で、中が水月とは飛び込まれて、で、ジャンプ、大キック、立ち台切り。あの連続技、おっと、当て身は読まれていたか。またはさすがに出していなかった、ベホマソ、中切り挟んで、立ち小キック、投げて、投げた投げ切りですよ、投げ切り。シンサム許さんぞと許さんぞ至ったところで飛び込むが差していくとまだまだ落ちたところに次ゲストまだ分かんねえおっと肉食ったゴールデンアクスシステムですね肉を食いましたさけるとおりおっとうめえやるちいたけを当てみとって一歩接種
かっこよかった。狙い通りに来た。思わず出ちゃったガッツポーズ。さあ2本目、ラウキックからここはベホマソを順当に攻めていく。昭和シャカを投げ、ゆっくりなるんだけど、手切り挟むが、当てにはさすがに食らわねえぞと、ダッシュして、違って、将棋に、ダッキー買って、シゲソをキャンセル出していく、レシーさん、読まれた、キックを当てて、近いぞ、中切りに逃して、中切りで落とされる、中切り、うまい、これはちょっと落ち着いてますね、さあ、ベホマソ、頑張れ、と投げ返して、取る取る。おお上。足で止めて。止めて。すげえ、そばとして投げに行くも。肉取って。肉取って。投げているのはオワピーの竹雄だった。オワピー竹雄おめでとう。お見事。さあ熱かったですね。じゃあ P さん。森下ガルフォードと412の京志郎ですね。じゃあ森下ガルフォード412の京志郎。じゃんけんして決めてくれ。いや、中米絡みはいい試合が多いですね。そうですね、良かったですね。あと、騎馬神が、ね。はい、さっき騎馬神かっこよかったですね。うん、かなり、しびれました。見たことないことやったんですよ。見たことないからね。2013年の騎馬神源十郎を見た気持ちでしたね。はい、1P 側に4126、千両京志郎、2P 側にトップブリーダー、森下。トップブリーダー、森下。森下さんのガルフォードもさっき見た感じ、すげえ強そうでしたからね。俺は期待できる。京志郎は基本的に強キャラですよね。らしいですね。そう、ウーキョーとシャルロットと京志郎が強いと。でも DDD さんはなんで京志郎じゃなかったんですかね。あ、気になるところです、ね。多分両手話ができないとか。両手話ができない。両手話ができないからでしょうか。どうなんでしょうか。危ない。と今ガードして前ダッシュストライクやつミス、ちょっと場合が足んなかったか。しかし肉を食っているのは森下。回転局部おー、ストライクヘイズ、ストライクヘイズ。まず一方選手は森下ガルフォード。ビビビビビとビビビビ電気投げですよ、電気投げ。本目さあ2本目。さあ怒りレイジが溜まっているのは強調4126大ダメージを期待できるところですか。どうなる。おー、いいよ。大技刻んで森下さんを追い返していく。もっと引っ掛かったところに大ギリとなって、メガアタック555は当たらず、しかし大ギリと当たる。あまい。最後の4チーム、まだ分かんない。危ない。勝利にダッシュ下掘りさせていく。足払って、足払って、おお、中断ですか。あれかっこいいですね。逃げ大キック当たって飛び込んで昭和試練だ。おお、分かった。今のよかった、いいフォローだ。4チーム力最低でフォロー、危なかったですね。さあ距離取る。おお、犬が刺さって森下がるほど、お見事、ニカセ突破おめでとう。犬むつべが当たりましたね。そうですね、やはりこのゲームはブリートップブリーダー、犬が強いゲームなんですね。さあ、じゃあエアガイス仮面にカフイン、ニコチンとククルスワタクルシゲル、ナイトアドンシーガー、いよいよ出てきたエアガイス仮面。ククルスアドン選手に一矢報いることができるか。エアガイツ勢として 2P 側にナイトアドンシーガー、ワタクですね。 1P 側にエアガイス仮面のニコチン。さあ、ニコチンバーサスシゲル、どうなるか。今回は結構キャラばらけてますよね。そう、ジューベイ若干いますよ。まあ、若干チータケオ寄りではございますが、なかなかのばらけ方。まあでも最初に千葉レイミちゃんがやられちゃったのは残念でしたね。あのままいじり倒したかったですね、決勝まで、はい、できれば。飛び道具跳ね返して。ニコチンは上下の飛び道具、上下段の飛び道具2種類持て、まあ、下タイガー、上タイガー、ね。そうですね、下がってですね。下がってですね。ジジイ下がっと、ニコチン、エアガイス仮面、オート、やられて。すごい、削りと、すごいリーチですね、ジーガーの攻撃はね、下ザザーね。タイガーと。下タイガー、下タイガー。おっと、ここは体育で落とされていく。エアガイス仮面。ガードして。近づけない。近づけない。バグ戦で距離を取る。下タイガー当てて。下タイガーから。当たれて、奥攻めどうする。中切り、挟んで。下タイガーからの。いい攻めですね、エアガイス仮面。危ない。と、スパイタック。下体が。ストライディングガードして。ガードして。
落ち着いて、中銀でこかしていく。そう、フライングボディプレス。超必殺技ですね。鈴木高山さん。危ないです。押し上げから、キングボサ、食らっちゃった、死ぬか、まだ生きてる。しかし時間がない。ここはまずは綿くん、ジーガー。一方選手、エアガイスカメ、若干時の涙を見た感じでしょうか。時間、残りちょっとってところで食らっちゃいましたね。そうですね。最後まだ分かりません。怒りゲージが溜まっているのはエアガイス仮面のニコチン。一発に期待したいところ。おっと、飛び込む。跳ね返されて。跳ね返されて自分が食らっちゃった。で、ダッシュ投げと。順当に。ダッシュ投げと。蓄積させていく、ワタ君の G が。じゃあ、パチ立て。追い返されて。飛び込む。下体が。もう一応。飛び込む、跳ね返されて。危ない危ない。飛び込む。返されるリスクがあるので怖いですね。危ない。下体が。どう払って、今度は上体が、上体が、あーっと食らっちゃった。で削ってと思ったら食らってるよ。いいヘリ、もう一丁。爆弾が置かれる。刺客高輪急便が爆弾を置いていくんですね。この で、ね、で電気当てて、電気当ててしゃがみ切り、しゃがみ切り、下体がライズで相打ちって、残り体力がないよ。生きてるけど、エアガイスカメ頑張ってほしい。飛び込んで、うわ、当てて、まだわかんないね。なんか当てて、うん、どっちが勝つのこれ。ドローか、ドローか、どうなんだ、ドローだ、引き分け、引き分けと。ってことは、星は変わらず、もう一回二本目をやれと。どう？ディメンジョンさせて、滑りさせて。結構これ、あれね、ジリジリしてます、ジリジリしてる。なんか、下が、もっと動くね、見えます。でも飛び道具がちょっと打ちづらいですね、ジーガーに対して。そうですね、跳ね返されるリスクがあるので、かなり怖い。でも、ね、近づかれたら、ね、削りがあるんで、パンチャードラグーンで、パンチャードラグーンツバイがあるんでね、怖いですね。出し投げ。投げていく。ベルリンの赤い雨、頑張ってるわけですよ。でもエアガイスカメは結構勇気を持って出していきます、ね、ベロリンの赤山は全然日本語ですよ。引き寄せたところに大パンですね。もうやっね、飛び込んで投げに行きたかったが投げられるみたいな。バレていた。大パンで落とされて危ない。で投げて、しかし投げた、しかしニコチ時間がない。どうする、投げた、無理やり、すげえ無理やり押し付けて、エアガイス仮面落ち着いて一歩取り返す、一歩取り返しましたね。これしょっぱだからそれの方が良かったんじゃないかみたいな。見応えありましたね。明らかに火力が、投げの方が、うん、そうね、じり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 、試合が動くのは残り10秒。そうですね、油断してから、油断最後までできませんね。ここはしゃが中で、しゃが台ですかね、こかしていく。危ない危ない、変な中途半端な距離だと、あの削り技、パンタドラグンスパイが待ってるので注意ですね。危ない。全然もう技を覚える気ない。技を覚える気なし。ヘルツオークツバイでもどっちでもいいんですけど。さあ飛び込んで投げた、エアガイス仮面、もう一丁、裏待て、食らって、タイパー決めて、もう一丁、飛び道具を、飛び道具跳ね返されるリスクなど知らんぞと打っていくが、逃げたいに食らっちゃう。食らって、飛ぼうと思ったけど乗っちゃった。で削って、削られて完全有利、渡くどうする。で落とされて、落とされてライフ打っていく、飛び込んだ、しかし待っていた。どうして、落として、ここはジャンプショーパンチ決めて、渡くん G が2カセドッパメルト。いやー、野外つかめんの GG も良かったです ですね。ありがとうございました。はい、久々に、イデア、ウケよ、おい、話してけえだろ。イデアのウケよと、竹庵、ゲアン。さあ、ブレまくる萌えの最前線、イデア、ウケよ。あとは、竹庵ですね。竹庵何ですか、ゲアンか。